皆さんこんにちは、幸子です。私の地元日光ではね、もう紅葉は終盤のようです。ですがここ東京ではね、いよいよこれから見頃を迎えます。今週末ね、どこかお出かけしたいなって考えているところなんですが、その紅葉を思わせるようなね、深みがあるんだけど鮮やかっていうね、そういう秋色の組み合わせが大好きで、今日もねそういうイメージで、紅葉を思わせるようなイメージでお花を準備してきました。今日はね、丸とか三角とかね、形を作るアレンジではなくって、こうフリーにっていうかな、自由な感じでねアレンジしてみたいなと思います。ちょっと難しいは難しいんですね。正解がない、こう答えがないアレンジなので、ちょっとね私もうまくいくかどうかって少し不安なんですけれど、でもねお花と会話しながら、そしていくつかポイントを押さえることで、割と初心者の方でもね、楽しい感じのこう生き生きとした、面白いアレンジできると思いますので、今日はね形のないアレンジにチャレンジしてみたいと思います。それでは参りましょう。スタート。はい、では材料のご紹介です。今日はね、牡蠣に吸水フォームをセットしてアレンジするんですけれど、これはね牡蠣といっても食器です。抹茶茶碗だったかなと思うんですけれど、陶器でできたものなので、これはねお水を通しませんから、今日はフィルムなしで直接ね吸水フォームをセットしていきたいと思います。あとはねお花だけです。でこう三角とか丸とかね、形を作るのではなくって、こうフリーに自由な感じにしたい時ってね、いろんなお花があった方がいいです。でいろんなお花ってどういうことかっていうと、そのお花の咲いているこうところの形に特にね注目していただくといいかなと思います。例えばねこの菊とかバラのように、先端のこのお花のところがこう丸っぽいものとか、それからこうちょっと上に向かってこう伸びていくようなものとか、チラチラしているものとかね。でお花だけでなくって、こう葉っぱもいろいろあった方がいいですし、実物もねあるとまた表情が豊かになりますので、なんか自由な感じでねアレンジしてみたいなっていう時には、その花の形っていうかながいろいろあるように準備されるといいと思います。では早速制作したいと思います。さあでは今日は、照明を作ってねアレンジしたいと思います。吸水フォームねもうセットしてあるんですけれど、器の縁から3センチぐらい高くしてセットしています。そうするとねこう出しやすいです。で、後でお水をこう加えやすいように、このねこっちが前なんですけれど、後ろ側は結構深めに削って、ここにねお水が入りやすいようになっています。じゃあねいよいよここに材料を挿していくんですけれど、何から行こうってね、結構フリーの時ってドキドキするんですよね。で私の場合には自由にアレンジする時は、だいたいね葉っぱとか実物を使って、この底辺部分っていうかな、下のね雰囲気作りから始めることが多いです。今日もねそれで行ってみたいと思います。こうウォーミングアップの感じで手を鳴らしていって、あ今日のアレンジどうしていこうかなっていう感じです。ではやってみましょう。
はい、完成です。できました。見てください、結構ね、こう後ろもあるけれど、ちょっと横から見るととってもね、こうリズミカルで生き生きとこうアップダウンがあってね、楽しい感じに仕上がったと思います。すごくね、フリーにこう形のないアレンジするって難しいんですけれど、私のねポイントはまず下の雰囲気作りをする。そしてここのねフォーカルエリア、こう作品の見どころを作る。これはね本当に結構失敗のないアレンジになるポイントで、見どころさえ作っておけば、あとねこう自由にやってもね、本当ね作品まとまりがつきますので、フォーカルエリア、フォーカルポイントを作ることはおすすめです。続いて個性的な花、ラインの綺麗な花は思い切って目立つところに。そして、こう脇から見ていただいた時にね、ボン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 ってこう目を作ってしまわないこと。高いのがあって、低いのがあって、出るものがあって、低いものがあって、出るものがあってみたいにね、リズミカルにね入れてあげると、その自由さがね際立ってきます。それから、このね一番高いものに対して、作品の中でその後ろにね低いものを入れてあげると、作品にこう奥行きが出ますから、それもぜひねやってみてください。それからこの高いものに対して、この下のものをねこういう風にこうどんどんつないでしまうと、三角とかね丸とかいうアレンジになってしまいますので、思い切ってこう抜く空間がねあると、その自由な感じが出てくると思います。とってもねその自由にやろうとすると難しいんですけれど、だけどねとっても楽しいです。どんな風に入れたらいいかなって考えて、花が生き生きとして最終的にまとまりがつくとね、すごい達成感がありますのでね、ぜひ臆することなく、皆さんもねこれが正解ではないですので、やってみていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。